日本大阪府大阪市北区、豊崎豊崎は大阪府大阪市北区の町名。現行行政地名は豊崎1丁目から豊崎7丁目。本校では町名の由来となったかつての西成郡豊崎町についても述べる。東は本城西、南東に中崎、南に中崎西、鶴野町、茶屋町、柴田、西に中津、北に、 西中島と隣接している。現行住居表示の豊崎は、かつて存在した西成郡豊崎町の西部にあたる。高徳天皇の南馬長井豊岬崎の否定地であったことに由来するが、後年の発掘調査により、否定地は中央区方園坂が有力になっている。大日本徳農家メーカーによれば豊崎村の徳農家は、平野寺志五郎、足立元次郎、 横江康次郎、木下茂次郎などがいた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市北区の町邸、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、豊崎の郵便番号。 日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。第日本特納加盟館188ページ。2021年4月4日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数調長。あざと。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。2019年10月4日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。 ラマダホテル大阪12月末で閉館毎日、新聞2013年6月24日、郵便番号を2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。